日本学士院は日本学士院法に基づいて設置されている日本の国立アカデミーであり、文部科学省の特別の機関である。1879年に初代会長福沢諭吉で東京学士会員として発足し、1906年に帝国学士院に改組された。1947年に日本学士院となり、現在に至る。 日本学術会議と混同されやすいが、世界のアカデミー連合である、国際学士院連合の日本代表はここのみである。東京都台東区上野公園の上野恩賜公園内に立地する。文部科学省の特別の機関として位置づけられており、法第一条でその目的を、学術上功績顕著な科学者を優遇するための機関とし、学術の発達に寄与するため必要な事業を行うと、 定めている。学士委員会員は就寝であり、定員は150名である。死亡により、欠員が生じた文化ごとに、各部文化会員の投票により、毎年12月に新会員が選定される。文化功労者より低い年金が授与されるが、これは特別職の非常勤国家公務員としての給与名目で支給されており、課税対象になる。また、 検察官的確審査会令1条2項の規定により、日本学士委員会員から5選で1名が、検察官的確審査会の委員になっている。外国のアカデミーは研究活動も行っているが、日本学士委員では内部に、今さら、研究をするのは、いかがなものかという考えが多く、研究機関としての面は他国に比べ薄い、伝道的機関と化している。 しかしながら、毎月定例の研究会を開催し、そこで、研究発表が行われ、また、研究成果は、日本学士院企業として交換されている。また、恩師賞や日本学士院賞、エジンバラ校賞、日本学士院学術奨励賞の受賞も行っている。なお、エジンバラ校は、2021年4月9日に、公挙するまで、日本学士院の名誉会員であった。 同日付けにて退任の扱い。日本学士院のシンボルマークは、町名庁と王家を図案化したものである。帝国学士院会員であった、坪井正五郎によりデザインされた。なお、坪井は、恩師賞の勝敗や、当時の帝国学士院賞の勝敗のデザインも手掛けている。日本学士院が所在する上野恩師公園の航空写真、国土交通省国土地理院地図、 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成初代会長、福沢諭吉、ありがとうございます。